こんにちは、この花の寛月です。今日は福岡から長男の周平さんが来てくれたので、メンズの浴衣をチャレンジしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、それでは早速始めていきたいと思います。ちょっともう浴衣を羽織っていただきました。で、それでは今からちょっと順序を説明していきますね。はい、まず羽織っていただきましたら、ここですね、掛け襟って言って襟にこう線がついてるところがあります。で、そこをまず持っていただいて、左右合わせていただきます。そしてそのまま手をまっすぐ浴衣の襟先の先まで持ってきていただいて、これを引っ張ってもらいます。で、ちょうど背中がぴったり沿うように引っ張る感じですね。で、こうしますと背中心がまっすぐ来てることになります。はい、で、そうしますまた横向いていただいて、そしてこの時に引っ張ったままちょっとここを抜きます。反対で手で。で、男子の着物って本は割とここピタッと合わせて着ましょうってなるんですけど、これしちゃうと意外と裾がすごく上がって裾が広がるんですね。それでここちょっと気持ちなんかこう空気が入るような感じですね。そういう感じでちょっと抜いてあげるっていうコツを覚えておいてください。はい、そして前身頃を今から合わせていきます。下前を持ってきて、はい、裏前を合わせます。はい、そしたらあと襟を整え、襟は最後に整えると思っていただいてて大丈夫です。はい、大丈夫です。はい、じゃあ腰紐は半分に持っていただいて、はい、こっちから広げて回していきますね。はい、で、腰背中に来た時に交差する時に、はい、グッと締め、グッとここで締めます。ここですね、ここです。で、男子は少々締めても痛くないです。この位置が。はい、前に戻ってきて、ここで、一結びします。蝶々結び、ちょっと紐に余裕がある方は蝶々結びとか刀はですね、腰回りが大きい方は、一結びしてからげるだけでも大丈夫です。これで大丈夫です。で、浴衣はこの着方で出来上がりになります。はい、で、これで、出来上がりですね。この感じになります。はい、で、今からまた帯を続けて、貝の口を結んでいきたいと思います。はい、それでは今から帯結びをしていきたいと思います。まず最初手先になるところ半分に折っていただいて、輪が下、開く方が上ですね。そしてこれがそのまんま、腰の脇に来た時に斜めになっているようにしておいてください。斜めで折り上げている感じで、この、だいたい腰幅を置いていただいて、折り返しがだいたい15センチから、20センチぐらいですね。はい、で、巻いていきます。この帯の長さが4メートルあります。だいたい3周ぐらいですね。はい、巻いていきます。そうしましたら今度は大きい広い面の方を折り返しますね。余ってる分を折り返していきます。そして折り返した先の方なんですけど、ちょっと出ても大丈夫です。後で回した時に引っ張ってきれいにできますので、そこはそんなに気にされなくていいです。脇のところがちょっとここまでがきれいに挟んでいるっていうふうに思っていただいたら大丈夫です。で、あと手先と、はい、広い面の方ですね、だいたい40センチずつぐらい出してください。ちょっと横に振ってみようかな。だいたい40センチぐらい、同じぐらいの長さになるように出します。はい、で、今から結びます。で、まず結んで、はい、小さい手先の方を下に下げます。で、大きい方かぶせますね。で、ここで一結びします。はい、よ
に9、縦に9ですね。はい、でこれを、大きい面を折り折って白い小さい手先を挟みます。これが基本の結び方ですね。はい、これが基本の結び方になります。でちょっとこれだと分かりづらいって時々言われますので、もうちょっと分かりやすい結び方をします。はい、今度は手先の方を折り上げます。そして大きい面をかぶせていきます。結び方はどちらでも大丈夫です。今分かりやすいようにしただけです。はい、でこれでもう形出来上がりました。でこれを後ろに回して、襟の方向に沿って回していただきます。で男子の場合はもうちょっとこっち持っていこうか、こっちます。はい、真ん中ではないですね。ちょっと右か左かに振って結んであげてください。でこれが帯結び出来上がりです。はい、はい、こちらで浴衣の姿が出来上がりました。今年の夏男性の皆さんも浴衣でどうぞお楽しみください。はい、本日もご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマーク、どうぞよろしくお願いします。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。本日もありがとうございました。